Faces Needs。 今日は阪急百貨店に来てます。バレンタインの催事をやってるので、そこで NCT っぽいチョコレートを買って家に帰ってモッパンをしようと思います。初めての試みです。お付き合いください。 OK, let's go。 ご存知の方もいるかもしれませんが、私とってもよく食べます。なので今回は予算を組みます。 I have to work out a budget for this。 予算はバジェットって言います。今回の予算は1500円、 1500円。 いけるかな。よし、行ってみましょう。この催事ね、もう3回目なんですよ、来るのが。なのでどこに何があるかちょっと分かってきました。10階は動物モチーフのが多いので、なので、今からここ回ってみようと思います。もうロンジュンがいますね。ドヨンペンのお友達がいろいろ買ってたクロミちゃん、リサ・ラーソンすごい好きです。フェイバリット売り切れてる。天井がすごい可愛いです。前これ食べました。いろいろ買ったところでパフェも食べたいけど帰ろうと思います。食べるのが楽しみ。さて家に帰ってきました。晩ご飯も食べてバッチリです。今日買ったものを紹介します。これロンジュンをイメージして、ロンジュンといえばキツネ、キツネが丸まってる形かな。これはモロゾフのやつです。レモンケーキ。これが594円。そしてこれ、この2枚のトレカ、この組み合わせ覚えてますか。あのシャオジュン、ジョン、ミントチョコ師匠みたいなやつ、コンテンツ、それを思い出してこんな感じです。これはクオンチョコレートっていう日本のブランド。これは
270円。そしてこれはベルアメールのパレショコラっていうシリーズで、これ多分なんか見ただけじゃ意味わかんないと思うんですけど、ブレックファストっていう名前がついてて、このステッカー、イリチルのスティッカーに入ってるサンケヘブレックファストインザモーニング、あの曲を思い出してこれにしました。このパレショコラは291円。そんな感じでこの3つもっと買いたかったんですけどね、こんだけ買って、で合計は1200円ぐらいかな。そんな感じでした。さて食べようと思います。顔をね出してもいいんですけど、ちょっと部屋が汚くて、それが私の安定の部屋なんですけれども、ちょっと今日は手元だけ、これをこんな感じね、よいしょ、うん、おいしい。なんだろうこれ、食べれるとこも映さずにおいしいって言ってるけど、なんか2層になってるの分かりますか、ここの。なんだろう、めっちゃ食べるの好きだけど語彙力ないので、美味しい美味しいっていつも食べてるだけなんですけど、そんなにレモンが強くなくて、なんだろう、3個入りなんですよ。だからなんか3個多分すぐパッて食べれそうな気がします。甘さ控えめかな、で割としっとりしてると思います。全然英語喋ってないけど、なんかしっとり、食感を言うときはモイストとか使うかな。ウェット、モイストは違って、ウェットって言うと本当に湿ってる、ベチャベチャっていう感じ、濡れてる感じだけど、この生地だったりそういう時、なんかまあ肌とかにも使いますよね、食べ物だったりそういう時はモイストっていう風に使うかな。次はこれです、ミントチョコのやつ。チョコミントのこと韓国ではミントチョコっていうのかな。このクオンチョコレート、すごいたくさん種類があって、今日買ったのはこれかな、チョコチップ&チョコミント。日本の原材料にこだわってるのか、すごくお茶の種類が多くて、島原、桑茶、鹿児島とかもあるし、新潟、たくさんあって、あ、そう、すごい気になったのがあって、カステラが入ってるやつ、カステラって書いてるの分かりますか。あと甘納豆とかもあるし、ちょっとこれもう一回行きたいなとか思って、すごい気になります。ちょっと食べ比べしたい人、私に連絡くださいね。さて開けてみます。こんな厚さ、割ってみようかな、よいしょ、こんな感じです。うん、なんか食感がすごくいい。 It's really crunchy、 サクサク感がある。あとミントもすごい強いわけじゃなくて、強すぎると結構歯磨き粉っぽいじゃないですか、なんかほんのり鼻から抜けるような感じです。うん、美味しいかも。ちょっとジャリッとしてる感じがあって、そこがすごい好きです、個人的に好きな食感。これはちょっと別の種類も買いたいな、また行ってみようかなと思います。
次はこれです。ベルアメルのパレショコラのシリーズのブレックファースト。この、プレート状になっててパレショコラシリーズで、すごいいろんなデザインがあるんですよ。ピンク色、お花ついてるやつとか、水色とかもあったり、緑、抹茶とか、あと動物のモチーフ、豚とかバンビみたいなのもあったかな。ですごい可愛いし、1枚ずつ買えるから、私はたまにプレゼントであげたりします。さて、よいしょ。これなんか説明のとこにね、塩味、塩コショウがかかってるみたいなの書いてて、すごい気になって。で、この隣に桃の形のやつもあったから、あ、ジェヒョンと思って、それも気になったけど、どうしてもこれが食べたくて。よいしょ。よいしょ。割ってみようかな。めっちゃ硬い。ちょっと食べてみます。これはここに置いとこう。あ、若干塩コショウ、すごい。普通のチョコレートじゃんと思ったら塩コショウが本当にかかってる。この袋のところに書いてます、名前。黄色い部分もね、ちょっと食べたかったんですけど、うまく割れなくて。なので黄色いとこどんな味だったか気になる人はまた個人的に聞いてください。英語についてちょっと言うと、キャンディーっていう言葉を使うと飴のことを連想するじゃないですか、日本語だと。っていうか飴のことですよね。でも英語だとキャンディーっていうとチョコレート類も含むことがあって、そういうお菓子の総称、例えばスニッカーズとか、あとはブラックサンダーとか。ブラックサンダーはどこでも売ってるのかな、地域限定なのかな。そういうチョコレートがバー状になってるもの、棒型のチョコレートのことをキャンディーバーっていう風に呼びます。なので、英語喋ってる時にキャンディーっていう飴を指してキャンディーっていう言葉を使うとチョコレート類とかだと思われてしまうかもしれないので、結構そこがちょっと使い方、日本語と英語で違うかなと思います。さて、今日はいろんなものを食べてみましたが、初めての試み。私本当に甘いもの好きで、まあなんか食べ物の全般が好きなんですけど、甘党ですっていうのは sweet tooth って言います。甘い歯。 I have a sweet tooth。 私は甘党。使ってみてください、甘党の方は。あとは、お菓子に関する英語の表現だったら、これは聞いたことある人もいるかもしれないです。 piece of cake。 簡単っていうのを it's very easy っていう代わりに it's a piece of cake、ケーキの一切れっていう風に表現するととっても簡単っていう意味になります。さて、そんな感じでちょっといろんなことを、とにかくもう楽しいことをあれこれ試してみて好き勝手するっていうのが私のコンセプトなので、また次の動画も見てくれたら嬉しいです。バイバイ。